岸田日本の総理大臣岸田お前何やってんだ恥ずかしくないのかこんな国民を今、岸田、お前は作り出してるぞ今回ね、非常にいたたまれない記事をまた見つけてしまいました。まあ、この日本でこんなことが未だに繰り返されてること、憤りを禁じえません。皆さんも今回は時間をとってですね、 この記事、お付き合いいただきたいと思います。タイトルです。母ちゃんごめん。冷たかっただろう。寒かっただろう。四月の朝。九十歳の母は自宅で凍死した。同居していた六十二歳の息子が法廷で。語った。解墾。まあ、内容を読んでみますね。昨年四月下旬、大阪市に住む九十歳の女性が自宅で息を引き取った。 死因は投資。大阪で投資ですよ。皆さん。駆けつけた警察は、同居していた62歳の息子を、保護責任者息の罪で逮捕した。なんでやなんでや都会の片隅でひっそり暮らしていた親子が迎えた最悪の結末。なぜ母親は自宅で凍えながら命を落とさなければならなかったのか。90歳のお年寄りが、 暖房の一つも与えられずにこうやってお亡くなりになっていくこのお宅のご近所ではあっちでもこっちでも暖かい味噌汁を飲みながら暖かい布団で暖房の効いた部屋で寝ていたはずですなんで880万人もお住まいのこの大阪でねこんな悲劇があったんでしょうか続き読んでみます大阪地裁で開かれた後半に出廷した息子は社会から孤立し誰にも耐えることができないまま 追い詰められたを語ったこれ10年ほど前でしたっけね京都でも高齢者そして認知症が入ったお母さんとその50代の、ね、息子さんが、まあ、心中を図ってで息子さんは死にきれずにそのまま裁判を受けることになったということがありました徐々に徐々に追い詰められてその間に何の救いもなかったそればかりか 救うべきセーフティーネットが一つ一つ切り捨てられていって最後大都会でですね京都大阪というこの日本の大都会でこんなにたくさんの人がいるのに誰一人手を差し伸べることなく終わっていったんですよじゃあこういう時に私たちはみんなで税金払って国に預けてますよね国の出番じゃないですか岸田お前が賃貸やってるうちに また人が死んだぞ。もう恥ずかしくないのかお前の国で、お前の統治してる国でこんなことが起きてんだぞ。この90歳のお母さんは、最後体重38.7キロ、骨まで達するとこずれと。もうこれ文字聞くだけでね、気が重くなりますよ。いや、この方がね、私のそばに住んでいたら、 こんなことはさせなかったのになと。まあ、余計なことですけども、そんなことすら思ってしまいますね。続きます。法廷で被告人席に座る。息子は大柄な体を縮こまして、こううつむいた。短く刈り込まれた。白髪混じりの頭に黒縁メガネをかけた姿、どこにでもいる。中年男性に見えた。後半の冒頭検察官は事件のあらましをこう説明した。 親子は大阪市南部にある築60年木造2階建ての長屋の一角で二人暮らしだった。2022年2月中旬頃から母親が寝たきりになり、布団の中に糞尿を垂れ流す状態になった。与えられた食事は口にしていたが、固形物を飲み込めなくなるほど衰弱。4月下旬の朝、息子の119番で駆けつけた消防隊員は、今の布団の中で亡くなっていた母親を発見した。死因は、 糞尿で濡れた状態が続いて体温が奪われたことによる投資。自らのね、こういった排泄物によって死んでいく。まあなんともね、情けないことがこの日本で起きた。この方が情けないわけじゃないですよ。こんな人一人救えない、この日本が情けない。私たちが社会保障費、その一部として強制的に徴収されている消費税、その他、 あらゆる税金は、こんな人一人も救えないんですかね。身長約152センチだった母親の死亡時の体重は38.7キロで、後頭部の床ずれは骨まで達していたという。いや、苦しかったでしょうね。岸田聞いてるか。岸田総理、お前、自分の命が狙われた理由、ちょっと考えてみろよ。こういうふうに、日々、人に気づかれずに、 お亡くくなななりになっていく善良な市民を岸田お前は見殺しにしてるんじゃないのかいや知りもしないんじゃないかかつて立憲民主党の小川淳也さんは言いました総理に対して「総理いい報告は別にもういいじゃないですかそうじゃないと」とこの国の狭間までまだ矛盾に苦しんでる人はいないか何か苦しい思い いいいいいたたまなしてる人はいないかそういう報告を上げてこいというふうに総理が側近たちに言えばもっと国は,国は良くなるに違いないいい報告ばかりじゃなくて悪い報告にこそ目を向けてほしいそんなことを、ね、言われてたと思いますいやいい言葉だったですねまさにその通りですよ菅総理安倍総理岸田総理自民党のまあ面メン,メンタル総理大臣その他閣僚は こういった悲劇にもうちょっとね、いやもうちょっとじゃない、もっともっと目を向けてもらいたいと思います。レいわ新選組の山本太郎さんは、こう言いました。岸田総理に。総理、息子さんと仕事をするのはどんな気持ちですか岸田総理は、まあ、いろんなことをお答えになってますけども、それに対して、そうですよね。ぜひね、自分の子供や娘のように、この国民のことを思ってほしいんですよ。どうですかね この今回のニュースにある息子さんとお母さん、岸田総理、自分の身内のように思ってはいただけないですかね記事を続けます。検察官は適切な医療措置を取っていれば母親は生きながらえることができたと指摘し、事態を放置し続けたことは拷問といっても過言ではないと激しく非難した。これは60歳の息子さん、誰よりも何かをしたかったはずですよ。その息子さんが 法廷に立たされる被告として被告として立つべきは岸田総理じゃないですか総理の統治が行き届いてなくてこんなね親子一つ救えてないんですよ一体誰を見てるんですか病気を繰り返す息子にもう仕事せんといて起訴内容をマスク越しの曇った低い声で間違いありませんと認めた息子は その後の後本人尋問で自身の生い立ちと事件に至るまでの経緯をとつとつと語り始めた1959年4人家族の次男として生まれたもともと人と話すのは苦手で内気な性格小学校のとにいじめに遭って以来人と関わることを避けてきた大学は理工学部に進学したが単位を取れずに中退しコンピューターソフト開発やゲーム、えー、機器メーカーディスカウントショップ勤務など職を転々としていた 天気は50歳前にしたある朝に訪れた目を開けようとしてもまぶたが開かない最初は睡眠不足だと思ったが心配して駆けつけた母に促され病院に行くと目元の筋肉に力が入らなくなる重症筋無力症と診断されたそのうち治ると話して仕事に行こうとしたが見かれた母に引き止められ実家に戻ることになった父に先立たれた母と同居後も警備員をしたり 印刷工場に勤務したりしてあげたがいずれも交通事故や病気で数年のうちに退職した、ね、厳しい状況の中この息子さんは何とか働いて生活を支えようとしたわけですよ決してサボったわけではない自己責任ではないと思いますよこういった方に支援の手がもっともっと手厚く届いていれば少なくともこんな悲劇はなかったんじゃないかなとそしてこの悲劇は明日の 私たちの姿なんですすよ記事を続けます最後に働いていたのは59歳の時だった倉庫内作業員をしていたが腎臓が炎症を起こす疾患にかかり入院して手術を受けることに退院はできたものを母親はもう仕事せんといてと頼み込んできた法廷で息子は子供の頃から体が弱かった私を気遣ってくれた優しい母でしたと振り返った それからは、実家の2階にある4畳半の自室にこもり、1日中パソコンでゲームをする日々が続いたという。これは無理はないと思いますよ。こういう、こういう方のために、あるのが、控除じゃないですか。私たちは何のために高い税金、国民負担率50%と言われる、この税金を払ってるんですか。いや、私たちに裁量があれば、 私たちが払った税金真っ先にこういった方に使ってもらうその決定ができたはずです少なくともミサイルや兵器を買うその予算をその一部を回すことはできたんじゃないかなと思います岸田総理人を殺す武器を買い人を救う金は使えないんですか記事を続けましょう1回で暮らす母とは 食事の時にテレビを見ながら会話する程度だった母親が外出するのは通院や買い物くらい収入は月10万円ほど支給される母親の年金だけでそれ以外は離れて暮らす兄からもらう小遣いが頼りだったねお金がないと周りの人との関係もだんだんなくなっていくんですよお金があれば料亭に行って10万円もするうな重を食えるでしょうそうするといろんな方に喜ばれるでしょう我が家の春ですよ しかし、そんなところばかり見てないで、私たちの暮らしを見てもらいたいと思いますね。突然寝たきりの生活。母だって恥ずかしいところを見られたくないはず。二人の生活に変化が訪れたのは2021年11月の頃だ。トイレに行くため、一階に降りると、風呂場にいた母親が、立てられへんと助けを求めた。様子を見に行くと、転倒した母親がその場で動けなくなっていたという。 母親はそのまま自力歩行が困難になって、一日の大半を寝て過ごすようになり、急速に終わっていった。買ってきた弁当は食べていたが、量は日に日に減り、箸で口に運ぶことさえできなくなった。なんとも痛ましいことじゃないですか。ねこの90歳のお母さん、あの大東亜戦争の空襲を生き抜いて、たくましい戦後の日本を支えてくれた。その中で、忙しい暮らしという戦いの中で、 息子さんを立派に育て上げてここまでにしたのに何という悲惨な結末が待っていたもんでしょうか記事を続けましょう実家を訪れた兄に玄関先で相談したことはある兄は「立てなくなったら車で病院でもどこでも連れてったるいつでも行ってや」と答えたただ大人一人が通るのもやっとの生活道路を車は通れず家の中は狭くて段差も多い 車に乗せることすら難しいことは兄も分かっていたはずなのに逆に突き放されたような気持ちになったお兄さんにも何か事情があったんでしょうね家族でできないこともあるそのために行政があるんじゃないですか記事を続けましょう証人尋問で指定した兄はこの時のやりとりについて後悔を口にしたそうでしょう やっぱりある意味ねお兄さんは弟さんんを信用ししていたのかもしれませんね弟なら母ちゃんを何とかしてくれるそう思ってこの時はそこまで気にしていなかったのかもしれませんやっぱり苦楽を共にするとも言いますけども一緒に暮らさないと見えないことってあるんですよねこのように後悔しています母がそこまで弱っているとは思わずまるでひと事のように弟だけに責任を負わせてしまいました ななくった責任の半分は僕にもあると思いますそうですね。そう思うことは立派ですけども、じゃあ残りの半分は誰にあるんでしょうか。私はこの国の在り方、つまり与党をはじめとする構築された行政にこういった不幸がまだまだ生まれるその原因があると思っています。年が明けた2022年2月、母の布団の中に糞尿を見つけた。 それまで自分でおむつを履いて処理して母はごまかすように笑った。布団をめくると、いやいや寒いと大きな声で抑えた。お母さんもそうですね。見られたくなかったでしょうね。こういうふうに続きます。母だって息子の自分に恥ずかしいところは見られたくないはず。あったかくなったら片付ければ大丈夫だろう。そう思いベッドの近くに消臭剤を置いてごまかした。寒いと繰り返す母のために暖房も入れた。 体についた糞尿が体温を奪っているとは思いもよらなかったそうですね専門のこういった介護福祉士さんや看護師さんなどならこういったことはすぐに分かったと思いますやっぱり近くにいても近くにいても知識がなければ対処できないことってあるんですよねそのためにやっぱり頼れる人頼れる地域頼れる行政でないといけないと思います糞尿で汚れていく母の体に 目をけけ続けたこれもわからないことはないですねうん記事を続けましょう2002月23日もはや自分の手に負えないと思った息子は行政の手を借りようと区役所に相談に行っているだがその日は祝日で平庁日だったこれですよあのね私たちは土日に行政が必要なんですよ こういった区役所が空いてる時間って普段働いてる我々はどうやって行くんですかいつ行くんですかもうちょっとものを考えてもらいたいですよね。病院だって休館っていうのがあるわけですよ。24時間対応してくれるわけですよ。なんで私たちの税金で暮らしてらっしゃる公務員さんは深夜対応がないんでしょうか私たちの暮らしは深夜もあるわけですよ。平成から令和のようになり、 天皇誕生日が改められたことも知らなかったのだ。そうですね。やっぱりね、世の中のことが分からなくなってくるんですよ。ちょっとしたことでも分からないんですよ。いや、そのぐらいお前の歳だったら知ってて当たり前だよっていうのはもう通用しないんですよね。確かにインターネットのおかげで情報はいろんなものが手に入ります。しかし、それが うまく使えなないいい人がいるから今回みたよねまあ是非ねこれが使えない人がいるその生活インフラにこぼれた人にもう、まあ、ちょっと目を向けてもらいたいなと思うわけですね。家に帰ってインターネットで地域の地域センターを調べると民間の介護施設が併設されていると分かった。 相談したらそのままそこに入ってしまい高額な費用を請求されるのではないかそう思い耐えるのを諦めたというここにも一つの闇があります確かに介護施設は高いですよでもそれと引き換えに命を失うなんてことがあっていいんでしょうか長い間この国に暮らし貢献してくれた人を最後はこんな形で私たちは見送らなければならないかと思うと とても他人事は思えないですね食べ物を口にできる間は生き延びられると信じ耳をちぎったパンやレトルトのお粥を母の口に運んだだが4月に入るとそれもほとんど受け付けなくなった母の体がたまった糞尿で次第に汚れていくのにうすうす気づいていたがもう少しあったかくなったらきれいにしてあげようと目を背け続けたこの息子さん自身にももう肉体的にも精神的にも金銭的にも余裕がなくなってきたんでしょうね 人って希望とか意欲で奮い立つところがあると思いますけどもあらゆる情報から遮断されて人間関係を断たれ当然お金もなくなかなか新しいアイデアも浮かばないそんな中でその日その日をごまかしていくそんな心理状態になっていくのは私は致し方がないことだと思いますだからこそ誰かが背中を見てあげないといけないんですよね俺にに任せろっていう,ふうに言える人がこの 広い日本そして大都市大阪に誰もいなかったと思えない、まあ、しかしですね、まあ、いろんな問題が起きますんでこういった方に救いの手を差し伸べるのはやはり行政であってほしいなと思います大阪維新の会はこういった大阪を作ってきたんですか記事は続きます匂いはいつの間にか気にならなくなっていた劣悪な生活環境でも母親は息子に何かをしてほしいと頼むことはなく 女の子でもないのにごめんね。ありがとうとねぎらう声をかけたというその日の朝は前日から降り続けた雨が上がった曇り空だった起き抜けにいつものように水をあげても飲み干す様子がない肩を揺すっても反応がなく鼻に手を当てると息をしていなかったすぐに199番の下がすでに事切れた後だった母が死ぬことを考えたくなかった事件の経緯を聞き終えた弁護人は 法廷で息子に質問を投げかけた。なぜ病院に連れていかなかったのですか体が汚れている歯を連れて行って、ちゃんとした介護ができていないと責められるのが嫌でした。これも無理からぬことですよね。自分がしっかりと母親の介護をできてないんじゃないかというふうに指摘されたり思われたりするのが怖くて、どうしても頼れなくなってきたってことなんですよ。だからね、普段からそう思わせないように、 市民に目を向けて声を届けてもらいたいなと思いますね弁護人はこう続けますお母さんに式が近いとはなぜ思わなかったのですかなんとなく思っていましたでも母が死ぬと考えたくなかったんだと思います悲惨な最後を迎えることになったお母さんはあなたのことをどう思っていると思いますか私がちゃんと生きていけるのか心配していると思います 社会にに戻った時にしたしいことはありますか母のお墓参りです裁判長に「最後に言いたいことは?」と問われると抑えていた感情を一気に吐き出すように体を震わせながら言葉を絞り出した「兄ちゃん母ちゃんと別れる機会をなくしてごめん母ちゃんごめんなさい辛い思いさせてごめんなさい冷たかったろう」う 寒かったろうごめんなさい法廷には被告のおえつだけが響いたねえこんな寂しい裁判誰がしたいんでしょうね裁判長がかけた言葉約1か月間の審理を終えて言い渡されたのは懲役3年執行猶予5年の判決だった 裁判長は判決理由で死亡する少し前まで介護の必要性を感じず放置したことは無責任で内向的な性格の影響を課題に見るのは適当ではないとしその上で不十分であるのが食事の介助を続け一人で母に向き合っていたことや兄が寛大な刑を望んでいることを考慮して5年間の執行猶予期間を設けたと説明したと大阪を統治する維新の会 それから岸田総理には何の罪もないんでしょうかもし、起訴されて、懲役を食らうとしたら岸田総理と維新の会だと思いますけどもね。直ちに服役するのではありませんが、紙一重の判決でした。尊いお母さんの命を奪ったことを十分に反省し、新しい人生を生きてください。今日はあなたが生まれた日ですね、と。まあ、裁判長は温かい言葉をかけたような気がしますけども、 しかし、なんでこの人がね、懲役3年、執行猶予がついたとはいえ、懲役3年を食らわなきゃいけなかったんでしょうか。私はとても懲役に値するような重罪を犯したと思いません。これに比べたら NHK の郵便法違反が裁かれないことや、ジャニーズ事務所の例の不祥事、あれが見過ごされていること、よっぽど問題だと思いますけどもね。記事を続けます。 この日、63歳の誕生日を迎えた息子は小さく頭を下げ、ゆっくりと被告人席に戻っていった。弁護側、検察側双方が交差せず、刑は確定した。その後、記者は被告が現在身を捨てるという兄に連絡を取ったが、弟が電話に出ないでほしいと言っているというショートメッセージが送られてきて以来、連絡が取れなくなった。しんどい時に手を伸ばせる環境づくりを。まあ以上ね。 いきさつをまとめて最後に私たちに希望とも言える文章をこのライターさんは残してくれてます。それは8050問題の対策。全くなされていないと言ってもいいですね。ロスジェネ世代、私もそうですけども、何の救いもないですよ。そしてもう存在を忘れられている。もう次の世代に埋めようとしているわけですよ。そして問題はそれだけではないです。 私たちの世代から後に生まれた人は、急激に生命力を失ってますよ。10代から30代までの死因の第一位は自殺です。生きていたくないと若者が思う国。老人は長生きしていいでしょう。若者はその姿を見て、俺たちは早く死にたい。私たちはもう生きていたくないと思ってますよ。どうでしょうか 老人と人とをくぐりにしして申し訳ないんですがでもこの社会を先に作ったものとしてあんな人になりたいこんな風に生きたいと思わせるようなことはできないんでしょうか若い世代のために道を開いてちょっとだけ前の世代の汚れを掃除するそんなことはできないのかなと思ってしまいます。 最後ですね。こういうふうに書いてますね。今回の事件のように支援を受けるには多額の費用がかかると思い込んで諦めてしまう家庭は多い。地域の民生委員の連絡先や行政の相談窓口の一覧をポスティングするだけでも気にかけてくれる人がいるというメッセージにはなる。本当にしんどい時に手を伸ばせる環境を用意することが何より重要だと呼びかけてくださいました。あのね、日本全国こういうことってあると思うんですけども、特に大都会、大阪、 これは、統治の恥ですよ。何をやってるんですかね。こんなひどい目に合わして、一体何をやってるんだと思いますね。まあ、私は特定の政党を支持するわけではありませんけども、それでもね、この政党がもしこの事実を知ったら、 奮い立って先頭に立って戦ってくれるだろうと思うのは、まあ令和新選組だと思いますね。はい、じゃあ、今回はね、長い動画になりましたけども、以上です。ここまで聞いていただきまして、ありがとうございました。でも、忘れないでいただきたい。これからもこういう人は次々と生まれますよ。そして、今までもかなり生まれてきたでしょ。全然、全然ですよ、生かされてないんですよ。こういった悲惨な エピソードが。そして、メディアの報じ方もあまりにも小さすぎる。まあそんな気持ちがする私でございました。それでは、お疲れ様です。